はい、皆さんこんにちは、サルです。今回はね、こういうものを作ったので、簡単なね、工作の様子をお届けしようと思います。これセリアで買ったね、キーフックっていうんですかね、ちょっと後でね、写真を出しておきますけど、まあマグネットが強いんでね、落ちることがないし、あと使ってる途中でこれ金属のね、くっつけてボーンとこう固定できるので、すごくね便利です。めちゃめちゃ便利です。あとこちら、ダイソーのマルチツール、330円だったと思いますね。これはね便利ですよ。なんていうのかな、よく330円でこれできるなっていうね、これ素晴らしいコスパ商品だと思いますね。こちらの DIY をやっていきます。皆さんおはようございます、サルです。今回はね、あんまり動画撮るつもりなかったんですけど、これね、ダイソーのマルチツール、これがねあまりにも便利なんですよ。庭キャンプするときもね、手元にあると便利なんですけど、問題はですね、これにね、引っ掛けるところがないんですよ。それがね一番困ってたんです。なのでちょっとそれをねつけようと思ったんで、そんな大した工作はしないんですけど、まあ撮ってみてね、もし後で誰かの役に立ちそうだなという動画になれば、公開してみようと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていこうと思うんですけど、これね2つ目ダイソーで買ってきた新品です。で、以前のやつはね、かなり使いやすくね、いろいろカスタマイズしてるんです。尖らしたりね、より薄くしたりね、ナイフも当然研ぎましたしね。まあそれはいいんですけど、今回はね別にそこまでは必要ないんですが、引っ掛けるところをつけようと思うんですけど、これですね、見えますかね。はい、この一番小さい、マイナスドライバーっぽいやつ、これね多分なくてもいいなと思うので、ちょっとこの辺をねカットして穴開けて引っ掛けれるようにしたいなというふうに思います。フックなので割と大きなネタバナがいるんですよね。考えるよりやった方が早い感じですね。これは割とね分厚いんですよ。ここが1ミリ以上ありますね。なのでね、ステンレスなんで手こずるとは思いますけど、ちょっとやってみます。ドリルが滑るんでね、なんか傷があると便利なんですけどね、また無理ですね。いきなりドリルでやりましょうか。多分3ミリくらいで開けないとね使えないと思うんですけど、もう一回いきなり3ミリでいくかな。いきなり3でいってみましょう。まあ、2.5 でちょっと慎重にやろうか。なるべく細いのでね、最初に開けて少しずつ大きくしていった方がね、まだいいので、まあそういう意味ではじゃあ 1.5 からやってみようかなと思います。まあね、なんか傷はつくのでいけそうかなと。こういう感じですね。工具用のね金属ってすごい硬いんですよ。なのでね、まあ簡単には開かないんですけど、焦りは禁物です。あ、もうすぐですね。これね、裏側にちょっと印が出てきたので、もうすぐっていうことですね。はい、抜けました。うん、抜けました、無事にね。では変えましょう。まずは 2.5 をいきましょう。これドリルの刃物はね、ほんと危ないんでね、手切れますんでね、くれぐれも皆さん、なんかするときはね注意してくださいね。防御用のね手袋とかを必ずして作業してください。こう行き詰まってきたな。刃を変えてみましょう。まあね、刃はね消耗品なんでね、だんだん切れが悪くはなってくるんですよ。なので仕方ないんですけどね、材質とかによってね、やっぱり全然違いますしね。100均のね、ドリルの刃もね、私よく使うんですけどね、細いやつ5ミリか6ミリ以下のやつはね結構揃ってますよね。
あれ便利ですよ。もう全然削り方が違いますね。バーッとちっちゃいね、削りカスが出ますんでね、こっちの方が早そうです。危ないですね。よいしょ。土台に押さえつけてやんないと。あ、折れましたね。折れてました。わかります？削れすぎてね、一気に入っちゃってね、噛み込みすぎて折れちゃったんですよ。それでこうなっちゃったんですね。まあまあまあ、長くやってるとね、普通によくあることではあります。これで取れるかな。あ、取れました。ちょっとまた刃を交換します。これね、すごい食い込みが良かったんですけどね、食い込みが良すぎてね、一気に食い込んじゃって、で折れたんですね。ダイソーのやつです、これ。ダイソーの2ミリね、これを使って、今まで 2.5 で開けてますけど、途中からちょっと2に変えますけどね。まあ少しずつ穴を大きくしていくというね、プロセスを経ようと思いますので、これがね、閉まらない向きに、こっち向きに閉まりますから、ドリルの刃も同じ向きに回すと閉まっちゃいますもんね。だからドリルの刃をこっち向きに回せば、これはこれ以上はいきませんので、今みたいなことはなくなるということです。はい、できました。2ミリは空いてます。これでキーリングが通ればね、別に問題ないので、あ、いけますね。これでいいですね。あ、通りました。2ミリでよかったです。2ミリよりちょっと広がっちゃったけどね、 2.5 近く多分空いちゃったけどね、まあ全然問題ないです。あとね、これが長すぎるんで、こっちからここで止まっちゃうんで、引っかかってね、これをね、全部切ってやるか、まあただこの細い部分、時々便利なんですね。何かこう指でできないところをね、こいつで、だからちょっとだけ残しときたいので、この半分ぐらいで切ってやりましょう。でちょっと先をね、今なってるみたいに細くしてやればいいかなと思います。パカッと見えますかね。こんな風に簡単に切れます。ちっちゃいんでね。はい、こんな感じですね。どちらもね、ちょっと見にくいと思いますけど、木だったらね、こう食いつくぐらい、食いつくぐらいね、こんな食いつくぐらいのね、十分これぐらいあればね、使えますんで、うん、いいでしょう。さっきこう尖らしたんでね、ちょっと鋭利になってますからね、取り扱いには注意です。でそもそも、こいつにはね、こういうナイフもついてますのでね、用もないのにね、持ち歩いたり、普段携帯してね、外出したりすると軽犯罪法とかに引っかかってね、検挙される可能性もありますし、罰金とかね、用がないときはね、必要がないときは必ず携帯せず、自宅に保管しておくというのがベストです。一応ね、知っておいてください。これですね。あ、いいですね。これは非常にいい感じです。あ、いいですね。あ、これで今度からね、これでタッと使って、あ、ちょっとここやっぱ尖りすぎかな、まあ、痛いな。これで使って、で、片付けるときはこうして、でこうして持ち歩くと、うん、やっぱちょっと尖りすぎだな。これぐらいでしょう。うん、当たっても痛くないし、まあ怪我することはないし、何かを剥ぐのはね、ちょっと難しいけどね、シールみたいな薄いシールなんかをね、剥ぎ取ろうと思ってもちょっと難しいけどね、まあけどこれぐらいにしとかないと危ないから、これしましょう。あとね、絶対やりたいのはここですよ。この先、ここはね、もっと尖ってくれないとね、不便なんですよね。
先端が尖ってるものって絶対例えばロープの硬くなったね結び目をほどくときなんかに絶対いるんですよね。まあそれ以外でもね尖ってる部分ってねめちゃくちゃ重宝するんで、これはねやっときましょう。サクッとやりたかったんですけどね、意外と時間がかかってしまいますね。まあ楽しんでね、この辺はどこまでこだわるかなんで、楽しくできる範囲でやればいいと思うんですけどね。こういうところですよ、最後の仕上げね、これが一番大事な部分ですね。まあ、尖らせるってそんなね極端に尖らせる必要はないんですよ。けどむちゃくちゃね硬い綿のロープでね、結んだ時はねそんなに締まってなくても、例えばタープとかテントでもねそうですけど、張った後ね風が強風でねガンガン引っ張られてね、それで結び目がどんどん締まっていくとか、翌朝撤収しようと思ったらもう硬くてほどけないとか、まあそんな経験ある方もねいらっしゃるんじゃないですかね。そういう時にこういうちょっと鍵状のね、尖ったものがあるとどんだけ便利か分かりません。はい、こんな感じです。完成です。で、はい、これぐらいの穴がね開きます。こんなのがねあるとね結構便利なんですよ。手で触ってみるとね、かなり尖ってる感じ、手で刺さることはないですけどね、尖ってる感じなので、これだったらねカチカチの結び目なんかもね簡単にほどけると思います。あとはねこのナイフですね、もう全然買ってきた時はね使いようがないようなね、全く切れませんから、これこうペーパーナイフかなみたいなね、封筒を開ける時のねペーパーナイフっていうんですかね、なんかそれぐらいしか切れませんからね。爪なんかってやってもわかるんですけども、全然滑ってしょうがない感じ。OK です。 OK、 いいですね。そうそう、これぐらい切ればねいいですね。ということでね、完成しましたね。いい感じで仕上がりました。はい、 OK です。やったこととしてはここですね、カットしましてね、細いマイナスドライバーがあったんですけど、もういらないので切っちゃいました。でここちょっとやっぱね危ないので丸めました。はい、で穴を開けました。でここにカラビナリングって言うんでしたっけ、ちょっと名前忘れましたけど、これをつけていきます。これほんとね便利なんですよ。腰にぶら下げといたらね、腰からパッとこうマグネットなんで取ってね、マグネット強いんでね落ちることはないしね、で使い終わったらね腰に戻さなくてもどっか金属にくっつけとけれるのでね、これねすげえ便利ですよ。はい、ちょっとここのカラビナだけねちっちゃいやつに付け替えてますけど、もともともうちょっと大きいのがついてるんですけどね、大きすぎるんで、はい、これでいいと思います。そうしたらこれでね自由に動きますし、で普段はこういう形で携帯しておいて、使うときは外して使って、でまた、戻すという感じですね。で、プライヤーがついてるんでね、何よりもこれがいいですね。プライヤーはこれで使うと。はい、それからこれですね、まあヤスリとか、そのこれ爪のね中のゴミ取りなんですかね、なんかよく分かりませんけど、尖ってるものでね万能に使えます。はい、それから一応こういう缶切りもあります。使えるかな、これ使うときに、ちょっと厳しいね、こいつがあるのでこれが開かないですね。ここで止まっちゃいますね。そうすると、まあ、切れないことはないね、まあ、めったに使わないんでいいでしょう。缶切り、こっち側がナイフ、今研いだやつ。ナイフ使うときは、まあ、大抵
どうかな、こういう形かな、で使うかな、がいいかなという気がしますね。こうやって使おうと前してたんですけど、そしたらここはちょっと邪魔なんでね、もう今後はこうやって使うかな。それからこっち側、なんかあのロープを切るためのねナイフみたいなもの、あんまり使わないですけどね。あとこれが栓抜き、栓抜きはね、ここがマイナスドライバーにもなると思います。あと、ちょっとちっちゃいけどプラスドライバーね、ちっちゃいですね、あまり実用性なさそうですけど、というぐらいはありますね。はい、まあ主に使うとしたらプライヤー、そしてナイフぐらいだと思います。あとね、さっきの、尖らしたやつね、これねぐらいだと思いますけど、まあけどそんだけあればね、まあ、かなりいいですよ。ナイフもここに入ってるので、これだけねあればちょっとこうね、庭キャンで焚き火して料理作って食べたいとかいう時にもできるので、まあ便利かなということになります。はい、ということでね、これぐらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画ね、いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録も良ければご検討ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。